こんばんは。晩ご飯でございます。上午でございます。夜はやっぱりくらいに。いただきます。肉じゃがです。肉じゃがと、これは卵スープ。美味しかったね。最初も食べましたよ。これは肉じゃがです。肉が少ないですね。ありました。これです。肉じゃがの。うまいんですよ、これが。日曜日の晩ご飯はですね、ツッコミなんですよ。焼きもち焼きの人がいるんですよね。初めて見る人がなんだこれみたいな感じで言うのが、ツッコまれるのが日曜日の晩ご飯です。だから食べらないで黙々と食べさせていただきます。食べるは明日からやります。やるかもしれないですけど、じゃがいもうまい。じゃがいももこの肉じゃがにするとうまいね。じゃがいもだけでもいいな、うまいね。これは逆に肉じゃないから、肉じゃがいもと人参を増やして切ったらこの味が出ないしね。まあこれが一番程よいかも。こういう出汁を作ればいいですね。牛肉味の。動画見ていただけば分かるんですけど、この割り飯がもうこれ1円もしないんですけど、100円ぐらいなんですけど、今もう190円とか150円ぐらい、50銭ぐらい、1円50銭ぐらいしてるんですけど、でも細くなって割れやすくなってここにつくんですよ、ご飯粒が。それでいつもこう食べてるんですよ。こうやって動画で見てると見苦しいですよね。まあ、突っ込まれる前に言っときましょう。パリッと割れますよ。だからもうね、
これはですね、ネギかな、玉ねぎかな、いっぱい入ってるんですよ。うまいですよ、これ。ネギです。ネギがめっちゃうまい。寝ないか。あっちに窓があるでしょ。向こうから光が入って朝とか昼とか明るくなるんですけど、電気がついてないのかな。まあこれが晩ご飯の風景なんで、普通こんなもんで食べてますか、この倉田で。と思ってください。このスープほんとうまい。もう終わりました。あともこのスープ食べたら自分で作ってこれだけ、これはこれうまいよ、ネギが。まさか今から自分で帰って自分用で作るの一個作らんでしょ、めんどくさいでしょ。これは残してるでしょ、家に。これもうまいよ。このスープに入れたら、あれよ、卵。うん、これは美味しい。あの人はこれ美味しいってもう作らなくなりますからね。うん、普通だね。うん、スーパー普通だね。作らなくなる、美味しいねとか言った。これも普通だね、肉だから。来週も作ってます。
じゃあ最後にこのスープだらけの人生を、これをこれを少し飲んでごちそうさまと。はい、ごちそうさまでした。全部食べる。また明日から頑張ります。さよなら。